はい、最後水曜中がなびらユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、8月の29日木曜日、旧暦のうちな組では7月の23日ということでございましてね、もう慌てやはてしながらのスタートでございますが、いつもの通りね、私のアクセント丸がお伝えしてまいります。さあ、8月ももうすでに、末ね、今日はですね、もう本当私にとっては特別な日で、ちょっとこう、朝からですね、緊張してるんですよ。実は なぜかというとですね、今日はですね、FM タの第5期の、定期総会っていうのがございましてですね、はい、そうなんです。私たちは株式会社ですので、株主総会っていうのが行われるわけですね。私が1年の中で、はい、最も緊張する今日は日なんですね。正月よりも緊張するなという感じなんですけどもね。まあ今日は、皆さんね、ぜひとも私への応援メールなど送っていただければと思いますけどもね。はい。まあその辺は置いときまして、今日もゲストを迎えての1時間でございますのでね、お楽しみいただきたいと思いますが、さて、先ほど沖縄気象台11時発表の天気予報によりますと、本日の天気は晴れ。ね。ちょっと台風15号が心配だったんですけれども、ちょっとこう擦れておりまして、離島石垣の方はちょっと大変みたいなんですけどもね、ぜひ皆さん、それでも風が強くなるということでございますので、台風対策はしっかりとやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、インタンジャー出番ですよ。時間お付き合いください。お送りしていきますインタンジャ出番ですよ。この放送は地上波 FM78.6MHz、 そしてインターネットでも映像を交えながらお届けしております。今日のゲスト、早速入ってきていただいておりますので、ご紹介していきましょう。まずは自己紹介でお願いしましょうかね。はい、はい、こんにちは、カズレミアラです。はい、美容師をやっております。よろしくお願いいたします、ミアラさん。はい、そしてもう一方です。はい、こんにちは、今日は中曽根さんが緊張してる日ってことで応援しにまた来ました。大審査大喜美翔子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、大喜美さんいつもありがとうございますね。ありがとうございます。今日はね、本当こんな緊張な日に来ていただくなんてね、もう嬉しい限りなんですけどね、できれば別にしてもらいたかったような気がするんですけどね、ありがとうございます。まあ、いつもいつもいろんなねゲストの方ご紹介いただいてありがとうございます。今日は、カズリミエラさん。はい。ありがとうございます。美容師さんということでありましてね。美容師を、美容師をこの番組にお招きしたのは初めてでしょうね。あ、そうなんですか。はい、美容師という職業はあまり紹介にできませんからね。なんか言葉ではなかなか説明しにくいですもんね、美容師っていうのは。ね、いやいや、まあ今日はねよろしくお願いいたします。でも、私まあ小木さんからねご紹介、はい、させていただいて、いろいろとこうプロフィールなどを見たんですけど、宮原さんすごい方だなと思ってですね、これはもうこの番組にご紹介させていただくのは本当に光栄に
まさるという形で本当にありがたいことでございますけどもね、まあ、大喜利さんいろいろとね、いろんな方々をご紹介いただいて、はい、まあ、映画の監督さんであったりとか、はい、ね、いろいろとプロデューサーをやった方であったりとかご紹介いただいて、はい、これまでも、大喜利さん自身も番組持てるんじゃないかと思うぐらい持っちゃうかもしれません怖番組、僕の番組自体を乗っ取らないでくださいね、お願いですからね、別枠でね、はい、よろしくお願いしますよ、はい、はい、さあ今日は、まずちょっと概略をですね、はい、大喜利さんからこう宮原さんちょっとプロフィール紹介って簡単でいいですけどお願いしたいんですけどね、どういう方なのかということで、はい、うん、今の中曽根さんおっしゃった美容師さんね、迎えるのはってことで、もちろん美容師さんってことはすごいたくさんもう世界中いらっしゃるじゃないですか、うん、ただ通常の美容師さんと違うのは、うん、通常ハサミって、はい、何本使いますか、何本使いますかって変な言い方ですけどね、ハサミは1本ですよね、普通ね、美容師さんでしょ、はい、で多分ね皆さんこれラジオ聞かれて、うん、あ、なんかわかるっていう方多かったと思うんですけど、うん、3本ハサミので生みの親の、ミアラって言えば多分皆さん、あの方なのかなとか、3本ハサミ、はい、あとフリーハンドっていうか、フリーハンド、フリーハンドっていうのは、うん、頭おかしいフリーじゃないですよそれ誰もいつもこと言ってませんよ、言ってますね、フリーハンドって俺見ながら言いますか通常串を持ってカットってしますよね、うんうんうん、そうそうそう、はい、串持たない、持たないで、はい、串を持たないで、そうです、ハサミだけでということ、そうですね、その辺もなんかいろいろハンドメイドです、まあ、そうです、そうです、ハンドメイドのヘアカット、ハンドメイド、それが、はい、どうも 3D カットと同じように立体的なカットになります、なんか 3D カットって聞いたことある、で現在は 3D カットって呼ばれてます、うん、あ、そうなんだ、はい、へえ、なるほど、そんな宮原さんね、要するに髪の彫刻ですね、おい、かっこいい髪の彫刻は、はい、彫刻家です、まさか自分で言うとはわあ、すごい、はい、これ神の彫刻、はい、そうですね、なるほど、未来の神様の神、それともあれですか、うん、ゴッドの方の神、まあ、両方です、両ここまで言えるっていうのは素晴らしいね、はい、なるほどね、でもそういうね、3D カットとか言うとさっきの若い方々もよくね知られている、私はこの前ですね、つい1週間ほど前なんですけども、地元のセントジェームスっていうところお店がありましてですね、そこには私の大先輩である方がオーナーなんですけども、はい、この方がですね、宮原さんの話をしたんですよ、はい、そしたら分かるよって当然言ってくれてですね、はいはい、俺は本当かなとか思いながらだったんですけど、はい、より具体的に教えてもらいました、あ、そうですか、はい、もう宮原さんそのね、3D カットっていうんですか、はい、フリーハンドでやるやつ、はい、串を持たないって話もね、はい、されてましたし、はい、なんかね印象に残ってるのは、なんか終わった後にこう見たらしいんですよ、はい、そしたらこう刈り上げされてるっていうことで、はいはいはい、その刈り上げが、はい、串を持たないでこんな髪切れるもんなの、ね、っていうことをびっくりしたって言ってましたね、そんなにね難しい技じゃないんですね、あ、そうなんですか、ただそういう串を持たなきゃいけないという概念がそうね、皆さん邪魔してるんじゃないかな、難しいっていう、そういう捉え方で、要するに概念がその邪魔してるんじゃないかな、なるほど、ね、そんなに難しくないです、そうですか、はい、ただ今までなかったことですから、うん、ないですよねもしか、はい、もしかこのオーナーが、ウエッチさんが、はい、セントジェームスのね、はい、串持たないで僕の髪を切ろうとするんだったら、はい、僕はちょっとごめん、ウエッチさんも年取ったのって言いたくなるけどね串忘れてるけどって言いたくなる、まあ、それぐらい楽しいカットですよね、串を持たないでやるということはフリーハンド、フリーハンド本当に楽しいです、はい、自由自在に自分の手が動いて、ハサミが誘導しているような感じの、そういう感じで、まさに紙の彫刻は、そうですね、そういうのぐるぐる回ってますね、頭の中では、自分で切ってる感覚じゃないですね、はい、もうなんか、そうです、紙がこっちを切ってくれとかね、そういう紙が収まりたい場所っていうのがありまして、でそういう密集してる紙ですから、なるほど、隣の紙と隣の紙が、でそれぞれ邪魔したりとか。はい、でそういう邪魔してる髪を切らなきゃいけないですね、あ、そういうことね、でそれで同じように同じ長さに毛先を切るとそれがなかなか収まらなくなるんですね、ですからその邪魔してる髪を一本一本切っていくと、うん、で中に隙間ができると当然髪というのはきれいに収まっていくんですよ、はい、ですからすきばさみをみんな使うんですね、こういう当たり前な理論なんですけど、それがやっぱり縦に切らなきゃいけないというのがなかなかこういう概念が今までなかったもので なかなかそれは受け入れが難しいですね、じゃあ皆さんちょっと待っていただいていいですか、はい、今翔子さんにプロフィールを紹介して
瞬間いきなり宮さん入ってきたもんですね、はい、失礼しました。もう翔子さん、この後私は何を言ったらいいのかなという感じなんですよ。技術になるね、まあ、そういうことです、まあ、そういうことですねすみません、まあ、確かにその通りですよね。でもあの、うん、あれですよね、そのあの皆さんそのフリーとかそういう形で自由にって、うん、ね、おっしゃるんですけど、うんうんうん、今だから結構皆さんいろんなのを受け入れられると思うんですけど、はいはい、いろんなことでこれはこうしないといけないってことって昔はいっぱいあったと思うんですね、うん、そうね、でちょうどあの今多分これからミアラの、うん、あの今こうフリーハンドとか 3D とか、うん、サンボバサミって言ってますけど、うんうん、実際それはあの彼はもう30年40年ぐらいですね前に東京に、ええ、あの行って行かれたんですね、はい、それは、はい、あのそれこそパスポートを持って そ, うです、ねはい、でその辺をちょっと思っちゃったまた、ね、あのパスポートを持っ て,、はい、持って石垣からですね東京行きました。そうなの、宮さんっていうか、はい、お名前はやっぱりあの宮原さんは、はい、ご自身本名はですね、うん、宮原長和です。長和、はい、宮原長和ってさ宮原長宝さんとか石垣出身じゃないですか、はい、私のおじさんです。おじさん、はい、そうです超怖い。宮原長宝がおじさんなんですか。面白い、超怖いって言えばいい。超つながりね。あ、まあまあ、おじさんに当たるみたいです、ね。広がってください、そこで。おじさんなんですか。みたいですね。怖いなぁ、そうなんだ、すごい。CB とかに合ってるんですかね。どうでしょう。僕がいないときには、自分の親父たちとは。ね、うん、お父さんなんかとは。そうですね。そうですか、やっぱり宮原で超がつくからね。宮原長さん、なるほど。それでも宮原さん、まあ、石垣のご出身であるということなんですけども、はい、失礼ですが、お年の方はおいくつなんですか。もう実はもう60還暦超えまして、お3歳になりました。ああ、ちゃんちゃんになりました。たっぷりになりました。3つになりまして。はい、そうですね。ああ、そうなんですか。はい、いやでも、この石垣ご出身ということで、まず美容師になろうって思ったのはいつ頃からなんですか。そうですね、うん、あの東京へ19の時に東京行きまして、はいはい、ではい、あの成人式を東京へ向かいました時に、うん、その時ちょうどあの東京にも兄貴がいまして、でその兄貴にお前はもう将来の仕事とかそういうのをちゃんとしてんの、はい、自分なりに決めてんのかと、うんうん、っていうことから話が進みまして、うん、で何をやりたいのと、うん、で別にない今のところないんだけどって、うん、ところでさ、お前なんかファッション的なものなんか好きみたいだから、そういう美の関係 の, この美容師はどうなんだって、はいはいはい、でそれ聞かれた時にちょっと耳を疑ったんですけど、うん、美容師に聞こえたんですね。あ、美容師、うん、はい、そうですね、僕らの時にはこの美容師っていうのは女性の仕事だと職業だと思ってましたから、ね、昔は美容師美容師ってなんか分かれてたような気がする。そうです、世の中に同じになってるところもあるから、はい、今は当たり前ですけど、ね、男性の方多いんですけど、だからあの頃は、ね、床屋さんかって言ったら違うんだよって、パーマ屋だよパーマ屋さんって言われて、いや俺にはできないよそういうこと、その女性のこういう仕事って、いやこれからが、うん、だからいいんだと、男性がいないから、すごい、でそれよりも女性の髪をね、いろんな女性の髪を触れるんだよと、うん、でこんな嬉しいことないじゃないかと、まあ、ちょっとそういうことを、まあね、はい、そこからそうです、ね、話が進みまして、あのこのなんですか、女性のこの髪というのはあの自分の旦那さんがまたは彼しか触れない、ええ、うんうん、お前それを自由自在に触れて、うん、でいろんなお話も女性との、うん、女性の心も そこの中で、ね、いろんな形でそういう形で、うん、知ることができるし、こんないい仕事はないぞと、で、まあ、そこからあそうだなということを救う心を出しましてこれはいいなその年って20歳ぐらいでしょ。20歳ですね。20歳頃、はい、そうです。お兄さんいくつだったんですかその時。その時はもう35、6ですね。じゃあ、はい、本当にご自身のいろんな経験から先見で、実はうちの兄貴もあの美容じゃないですけど、うん、あの美の、画家をしてたんですね、うん、へえ、 すごい、やっぱり芸術的な部分。そうですね、芸術的な仕事。あ、でもよく本当にその当時っていうのは沖縄も復帰前後ぐらいですよね。そうですね、はい、となるとだから復帰はあの東京ですね。あ、東京で、はい、そんなやっぱりそういう時代を先を読んでたからこそっていう、そうですね、ね、やっぱ弟に対する、はい、兄貴がその時の言葉がなければね、うん、今の自分がないと。なるほどね。でそのもう一つですね、うん、その兄貴がお前これからこの美容、うん、このすごい発展性がある仕事だと、未来に向けてね、でお前にしかできない技、うんうん、お前が生み出すかも分からないと、
おうそういうことを、ね、言ってくれたんですね。はあ、まあ、それもまたすごい魅力を感じましてね。なるほど。そうか、これからどん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 ね、自分のやり方次第でこの技術の開発ができるんだと、うん、できるだろうと。すごい。そこら辺の頭にありましたね。ちょっと小林らきお願いします。しておりますユンタンジャデワンですよ、それでは今日のゲストですね、宮原さんを迎えしてお話を伺っておりますが、いやでも先ほどお話の途中で CM 入りましたけど、はい、宮原さん、はい、やっぱりこうご自身がいろいろこうやっていく上でやっぱお兄さんがそのきっかけを作ってくれたっていう意味では、ね、はい、本当にお兄さんの先見の目っていうのは素晴らしいなと思うわけなんですけども、はい、ご自身はもうそれでさっき言ってみたいに、はい、俺がもしかするとこの業界を変えるんじゃねえかっていう、そうですね、ちょっとそういううぬぼれもありましたありがとうございます、僕が言えない言葉を言っていただいてこの後話しやすくなります、はい、いやでもそういう思いでやっぱりこう、はい、まあ、単身なんていうんですか、東京の方でその美容っていうものを学ぶことになるわけですよね、はい、そうですね、はい、それからどうなんですかこの、はい、ずっとこうやっぱり美容っていうものをやっぱりこう志一つとしてやっぱり得てくるわけですか、はい、そうですね、はい、もう美容をやるからにはですね、うん、もうこの一筋でやっていこうと、うん、っていう形で自分の中でもう美容学校の中でですね、もう腹をくくって、で他のもう仕事は一切は目にあれしないで、はい、なるほど、もう美容一筋でずっときました。そうですか、はい、すごいですね、はい、でもう先ほどお話を伺いましたけれども、まあ、その美容をやっていく中で、はい、まあ、お話に出ておりました、はい、冒頭でね、はい、いきなり出ましたけどフリーハンドカットとか、はい、そういうものに行き着くところっていうのはどういうきっかけだったんですか。そうですね、うん、まあ、自分も負けず嫌いなもんでね、でより人よりか要するにうまくなりたい、はい、そしてお客さんに喜んでもらいたいっていう、そういう
なんですかね、自分のその心がですね、うん、仕事の中 でやってる中ですごいやってるなんか技術が難しく捉える時もあるわけなんですね、納得できない時とか、はい、そのモヤモヤとしたのがもう大体 5,6 年ずつ続きましてね、うん、でそれでどうにかしなきゃいけないということ でヨーロッパに勉強に行ったんですね。あ、ヨーロッパに。それがきっかけですね、はい、まあ、その時はもう特に何かを見つけ出そうという思い、そうですね、そういう意思の意思を持って行きましたから、ですから気づいたんですね。なるほどね、はい、そういう概念にとらわれない、うん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 、新しい技っていうそういう理論をですね、うんうん、他の人はもう大勢の方も一緒に勉強をその中でやってる中でですね、うんうん、他の人は単なるパフォーマンスじゃないかと、縦に切る技術をね、はいはいはい、で僕はもうその時にもうこれだと思ったんですね。なるほど。一瞬でそのそうこれだと思った時にはもうすでに立ってたんですよ。はあ。で、すごいっていう形で、うん、これだと思った時にこの言葉が大きな声が出たんですね。で、すでにもう立ってて、で周囲の周りの人が宮原さんな何がすごいのとなるほどなるほど、こんなすごいものはあなたたち分かんないのっていうことから、でその中で自分はもうそう言いながら、うん、あ、彼たちとみんなとは違う角度から自分は見てるんだと。なるほど。だ別にその場所で議論する必要性もないし、そうする中でですね、うん、頭の中ではもうすでにもう東京の自分のお客さんの髪をもうすでに切ってるわけなんですね。はい、もうさすがプロやね、はい、どんどんそこでもうイメージがどんどん膨れまして、どん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 素晴らしい。いや、僕今ね、宮根さんの話聞きながら思い出したのは、僕も過去にこんなことがありました。はい、やっぱり仕事をするにあたって、はい、この作り上げていくっていう、はい、このものを作り上げようっていう、販売するものを作り上げようっていう、はい、それは魚屋さんとかね、はい、そういうところで一緒なんだと、はいはい、仕入れするときに、あ、今日のこの魚は何丁目のあのおばちゃんなんかは、はい、そろそろ今日魚だから、この魚を彼女に、奥さんにとか ね、 そうですね、これは何丁目のおばちゃんにとか、これはあの家族にとかね、そういうイメージを持って、ね、仕入れをすると、はい、そこが本当の商売なんだ、商いなんだっていう話をね、はいはい、伺ったことがありますけど、宮根さんもその段階でもうすでに自分のお客さんのもうすでに、はい、もうイメージカットっていうのはほんの1秒もう光のごとく1秒2秒で切れるんですね。要するに作業工程は分かってますから。あ、なるほどなるほど、はい、もうパーッて、だからもう数え切れない人どん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 切ってるわけなんですよすごいで、もうそうするとですね、うん、もうすでにもう東京帰りたいっていう気持ちが今度湧き上がりましてね。あ、なるほど。もう東京帰った時にはもう一切串を持たない。その時からですね、へ、もう30年以上になりますけど、串を使わないでずっと、それからずっと。そうすると今度この壁にぶち当たるんですね、うん、串を今まで持ってたカットがですね。なるほどなるほど。でいろんなヘアスタイルがある中で串を持たないでやると思う、うん、本当にどうしようと、もういろいろ悩みながら、はい、でどうしようどうしようと思っている中で、銀行ある日ですね、銀行行った時に、うんうん、銀行の窓口 ですね、お札を、ね、銀行員の方が、はい、数えてたの、左右に揺らしながら、はい、よく見る扇状に動きますよね。そう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 、これだとまた思ったんですね。串を使うシェーピングって言うんですね。あ、溶かすものを、ね、溶かすことを、はい、シェーピングって言うんですけど、うん、このシェープをですね、これ左右に動かすと紙っていうのはこうやってきれいに溶かすことができるんだっていうことを気づいたんですね。すごい。 ですからね、ただその前に何回も何回も銀行には行ってるんですけど、うん、やっぱりそういう意思がないとその気づかないんですね。なるほど。でそこにそれが全てがどん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 点と点がつながってくるっていうか、そこからどん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 クリアしていくっていう、はい、すごい。でそうやって一つ一つクリアしながら、うん、今現在こうやってね、でもう今現在ですね、そういうもう技っていうよりかもこの技がですね、今度目に見えない技なんですね。目に見えない技、はい、例えば野球でいうとですね、うん、はい、ピッチャーがですね、うん、次どの球を投げるのかって、うん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 、でそれ読めたらすぐ打てますよね。それはそうですね。そういう読めない、どの球を投げようか、またどの球が来るのかっていう、うん、この読む力ですね、はい、それがとっても難しい技なんです。ですから神がどう収まりたいかっていう、うん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 、そういうどの神が邪魔してるのかとか、そういうそれはあれですか、はい、宮原さん自身がそういうことなんですか。自分自身がそのお客さんの神と、いや、これはね、神と接していったら神の心を接しないと分からないですね。接するというのはそういう意思を持ってですね、意識を持って神と常に接してないと。ただ
髪を整えて長い髪を整えて綺麗にするというレベルじゃないんですね、はい、だからゴルフするときなんかやっぱり例えば打とうとするときに、うんうん、右の方から風が10メートルの風が来ると、うんうん、どの方向を打てば、うんうん、どの力で打てば、はい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 、どれくらいの距離で打って、ね、カーブして飛んでいくなっていうのを計算ですね、はいはい、そう目に見えない技ですね、そうですね、こういう技なんです。なるほど、髪にもそれとっても大事なんです。わかりやすい今の例え、はい、ああなるほど、そういうこと、はい、そうです。じゃあそれをお客さんとの髪とそういう、はい、まあ、風を読んだりするのと同じようにその髪がどういうな流れであるのか、髪質だったりとかそういうものを見て切っていく。最終的にはもう来るお客さんの髪までもう来る前から分かるんですね。気づくんですよ。へ、要するにそういうなんていう波動みたいなのが感じるんですね。でそしたらそのような、ね、そのようなヘアスタイルをしてくれ、自分が思って、あ、この人次こういうヘアスタイルするんだろう、次のお客さん、予約のお客さん、はいはいはい、その通りのもう申し出る、そうですね、注文ですね、あったりとか、はい、間違いなくもあ俺なんか感じるのはある、最近あれだなっていうのは、これが徐々に10年ぐらい前から来まして、今じゃもうだから目つぶって切る、まあ、自分で言うのもなんですけど、うん、そういう切れるんじゃないかなみたいな感じですね。やったことあります、目つぶって。あ、まああるんだ。暗いところではいくらでもありますけど、ね、本当ですか。 あんまり意識しないで、へえ、ハサミが僕の手を誘導しているような感覚ですね。それは髪をこう触れながら、はい、そうですね、分かる。これフリーハンドじゃないとまずできない技です。逆にできないんでね。できない技です、うん、はい、今宮原さんがじゃあ櫛を持ってって言ったらもう難しくてしょうがないんだ、はい、もう概念が違うわけですから、はい、難しくはないですけど。はい、イメージ通り、あ、そうですね、やろうと思ったことはね、櫛使ってみようかなみたいな。なんか逆に僕は邪道、あ、僕から見るともう邪道、もうそういう域になってるわけだな、はい、もう邪道です、はい、髪っていうのはやっぱりそれぞれ意思がありますから、収まりたい場所にみんな同じ長さに切ること自体がナンセンスだと思ってるんです。ですから先ほど言ったようにこれちょっと叱られるかも分からないけど、うんうん、美容界に、うん、やっぱ同じ長さに毛先を整えるっていうのは、うん、長い髪を短く整える、うん、作業に過ぎないと僕は思ってるんですね。でそこに自分の個性を引き出したいと、うんうんうん、で髪を生かしたいという特別なそういう思いがあればですね、やっぱりそういうふうなもお客さんの要望にやっぱり接するのは本当プロじゃないかな。なるほど、ね、ただそういう意識をね、はい、僕らの美容界 この概念がなかなかこのそこまで進んでないというのがとっても残念ですね。そうなんだ、はい、そうですよね、整えるだけ制圧するだけではないという、はい、まあ、それあってもいいですよ、うん、あってもいいですけど、うん、それはそれでしてより、うん、またそれを求めたい、うん、美容として美の部分、はい、クリエイティブの部分として、はい、やっぱ技術として高めていく分に関してはそれは、はい、別もんだよっていうことよ ね、そこを否定するわけじゃなくて、それはそれで必要な方々もいらっしゃるわけですからね、はい、どうしてもね、うん、横に切ってね収まらない髪があるんですよ、うん、そういう髪はもうどうしても縦に切ってもらいたいですね。なるほどね、そうじゃないと絶対もう収まらないです。はあ、だから例えばウェーブがある髪ですね、うんうんうん、そういう髪なんかはもう本当に、はあ、都内の髪が邪魔してるんですね。へ、そういう邪魔してる髪とかどんどん一本一本切らなきゃダメですね。はあ、とっても作業が手間がかかる仕事なんです。大変ね、大変なことですよね、はい、私大体1時間ぐらいかけてカットします。あ、そうなんですか。はい、そうです。すごいね、1時間でも足りないぐらいですよね。時間も足りないぐらい、足りないです。本当に2時間3時間やっても足りないです、こういう一本一本切るというのは。そうですよね、最低 1時間ぐらいかけて、次の週お客様いらっしゃるので大体それぐらいで、はい、ありがとうございます。いやもうね、翔子さんが出る場面が全然なかったこのコーナー、ずーっと黙ってたね、ごめんなさいね、これからなんで。さあ、それで一旦コマーシャル挟みます、はい、その後ですね、いろいろとこう髪のパフォーマンスのことについてもね伺っていきたいと思いますので、ネットご覧の皆さん方もお楽しみいただきたいと思います、映像でもお楽しみいただけるように準備しております。それではコマーシャルです。
していますユンタンジャ出番ですよ。今日のゲストは、ミアラ、あのカリスマ美容師と言われたミアラさん。私は実は会ってはないんですけど、ミアラさんのお店は見たことあるんですよね。あ、そうですか。はい。いきなりこう話しかけてしまったんですけど、はい、すいませんね。今忘れないうちにこれ言っておかないとなと思ってですね。実は沖縄にもね、私元の会社でですね、旅行業だったんですけど、南市の牧師、はいはい、の方にですね、大英の近くだったんですけどもね、はい、大英って今知らないね、純駆動かな今。今本屋さんになってますね。本屋さんになってますよね。はい、それよりも、三重橋、モノレール駅ね。そうそうそう。それ行った方がいいね。はい。大家ってめちゃ古いな、みたいな。そこの近くに、私の店舗が、ありましたけども、私たちは2階でしたけども、その1階がね、宮根さんのお店だったんですよね。はい、そうですね。はい、びっくりでしたよ。駅の真ん前でしたね。そうそう、真ん前でね。ちょうどあの頃工事してましたよね。ねえ、やってましたね。もう、しょっちゅうも、車が止められないとか、ね、いろんなことありましたけど、宮根さんのところもね。またレッカーが多いんだ、あそこ。そうですよね。もう、宮さんのところお客さんと、うちのお客さんがしょっちゅう止めてるもんだから。あ、それでなんか社長喧嘩したとか、そういうんじゃなくて。しょっちゅう切られてました。まあ、それ置いといて。はい。いや、そういうね、過去にも、いえいえ、とんでもないですよ。そういう付き合いもあったっていうこともね、お伝えしとかいきたいなと思ったんですけども。さて、宮さん、本当にね、まさにこう、神と対応する。宮さん、そうね、本当にもう、はい、今の業界にとっても、本当にこう、全然違う、イメージを持たれて、お話をされたフリーハンドカット、ね、今 3D カットとかいう話もお話をされてましたけども、 はい、そんな中で三本バサミの話をされてましたよね、はいはい、先ほど、ね、はい、あれは三本バサミというのは何ですか、本これ最初一本、普通一本ですよね、カチャカチャと普通のハサミと一緒。これイギリス で最初勉強した時は一本 で、うん、でその時にですね、一本で切ってるとやっぱり一本一本は縦に切っていきます、紙を一本一本切りますもんね、で間に合わないんですね。そりゃそうですね、はい、間に合わないし、それはそうですね。でそれで自分の中でですね、だったら日本使ってもいいんじゃないかなっていう、そこから始まってですね。で実際に日本のハサミを持って切りますとなかなかいいわけなんですよ、一本よりも。それは普通にハサミって言われる子持ちますよね、一本ね、はい、これをあと一つ一緒に持つということ、ね、イメージ的には、はい、同じ型のハサミを、ね、同じ型のハサミを、はい、でそれでやってみましたらすごい良かったもので、それではじゃあ3本はどうなの。欲張りやな。そ, うでそうやって3本でそれがまたもっと良いわけですね、はあ、それはじゃあ4本はどうなんだろう。でこうやって6本まで一応試したんですけど、ね、子供かい。はい、それでどうだったんですか、ね、6本まで試して。それを自分なりにですね、うん、これ納得いくまで試してみたらですね、6年以上かかったんですよ。へ、6年間やってみて、やっぱりこれ、やっぱり絶対にこれだっていうのが、やっぱり3本っていうのが3本、はい、確信持てたのがやっぱり6年かかりましたですね。はあ、それまでいろいろと試行錯誤しながら。そうです、ですから1年間はもう1本をベースですね、で定期的に2本持ったりとか、定期的に1日だけですよ、あ2本持ったりとか3本持ったりとか、また4本5本で、それが1年間、うん、1本ベースでやって、で2年目にまた今度は 2本ベースで、あーでそういう繰り返しですね、3年目は3本ベースで、もうご自身でこの研究を重ね続けてきて、そうですね、でそうするともう体で完全に覚えるんですね、覚えるというかどれがいいっていうの、ていうものもう完全にだから分かっててもそれでもやったわけなんです、ね、うん、やらないとそうですね、分かんないですから、でとことんまでやろうっていう、追求しようっていう、うん、でこれをやっぱり新しい美容の文化歴史に やっていこう、でその時に兄貴のことを思い出したんですね、あ そこでつながったんですよ、なるほど、もしかしたら兄貴が言ってるのはこれかこれかと、すごい、まさしくそれでしたですね、は本当に兄貴の天の声でしたですね、あの声、でもその時期ってですよ、はい、やはりこう先ほど職さんも、ね、おっしゃってましたけど、はい、今では、まあ、美容美容ということで分かれてもいますが、はい、また美容師さんっていうのも男性の方もすごい多い時代になってますけれども、はいはい、そうですね、当時やっぱ男性の美容師さんっていうのも少ないでしょうし、はい、そんな中でそのこのフリーハンドスタイルであったりとか、はい、その3本もハサミを持つとかいうこと自体もその、はい、なんですかこの業界って言うんですか、はい、なかなか受け入れられなかったっていう、 そうですね、そういうフラストレーションっていうのはありません、ね、そのところ東京でずっとやってる時ですね、うんうんうん、
で、まあ、有名な先生たちから相当叩かれたんですね、はあ、やっぱりそのヘアカットっていうのは一本でやるもん、櫛を持って一本で切るもんだと、うんうん、そういう変なやつが最近そういうのがいるけど、変なやつ惑わされないみたいな感じで講習会、いろんなところの講習会で、はい、っていう形でやっぱり邪道のように私の技がですね言われました。相当そういう辛い思いをしましたですね。なるほどね。今お話ししながら、実はネットをご覧の皆さん方にはね、そのフリーハンドの映像をですね、お届けさせていただいておりますね、はいはい、ラジオ機の皆さん方ね、残念ですけど我々の声だけでイメージしていただきたいと思いますけどもね、はい、後ほどまたこの放送は録画もされておりますのでね、はいはい、映像もご覧になっていただければと思いますけどもね、はい、まあ、このやっぱりフリーハンドで行くっていう、まあ、いろんなことをやっぱり、まあ、業界の方々がありましたけども、やはり一番最初にそのヨーロッパで感じたように、はい、やっぱりみんなとは違うんだ俺はみたいなものっていうのが当然あるわけですから、まあ、違う角度から見てるんだな、うん、見ているということでね、そういうですね。で、まあ、幼少時のことを思い出したんですけど、うん、そのみんなと違うっていうのであだ名がですね、うん、カズレっていうあだ名がついたんですよ子供の頃。意味わかります。ハズレ、カズレ、カズレ、はい、私カズレミアラっていう形でご紹介させていただいたんです、はい、最初にお話されてましたね、はい、これ小さい頃僕はカズボカズボっていつも呼ばれてたんですね。でいろんなこと遊ぶ中でいろいろ、はい、友達とかみんなからお前はずれてるとだからカズレっていう形で、あだ名がついたんですね。でその頃はとっても嫌いだったんですね。あカズレって俺はずれてないと、うん、お前たちの方がずれてる例えば野球するときですね、うんうんうん、野球だとしますよね、はいはい、みんなで、はい、で自分はもう何時何時ぐらいまでには帰んなきゃいけないっていう、うん、ね、お家に帰んなきゃいけない、うん、だから早く終わらせたいと、うん、だから例えば三振3回で三振、ね、うん、やるとそれじゃあ時間が長すぎる、はい、2回ぐらいでいいじゃないか、うん、おかしい野球っていうのはそれだからいいんだって、いやそんなことなんで今こっちで自分たちで決めてやったっていいじゃないか。なるほど。要はそういうなんですかね、この柔軟性がないというかみんな、うんうんうん、小さい時からそういうふうにちょっと変わってたというか、今ではもうこのカズレが大好きで、そうですね先ほどね、はい、先ほどまた言葉も戻りますけど、それを思い出した時に、ああ俺は昔はやっぱり違う角度からものをずっと見てて、うん、みんなとそれだからカズレと呼ばれてたんだ、うん、でその時にカズレっていう、うん、自分のあだ名を思い出して、うんうん、とってもいい名前をつけてくれた、なるほどね、つけてくれたなってことで、うん、それから美容名をカズレミアラって形で、あそうなんですか、はい、そうなんです、はい、なんか声って聞くとかっこいいですね、はい、最初カズレなんでカズレって言うのかな、はい、ミアラ長いという字に平和の和でこれカズレって読むのかなとかいろいろ考えてたんですけど、はい、あなるほど、幼少の頃ニックネームが今やもう自分を支えているお名前になっている、はい、ということなんですね。だから漢字にしてもね、うん、日本の漢字にしても自分なりに作ってね、おカタカナをいろいろくっつけてですね、漢字を自分なりの漢字を作って、あそうですか、そうやりましたらちょうどハングリ文字ですよね、ハングリ文字がとっても似ているんですけど、あそう自分でたくさんこの文字を単語っていうか、まあその字を作ったりしていろいろ、はい、そうですね、あとバカにされたりね、常にどういう場面においてもクリエイティブさをしっかりと醸し出してるというか、自分が便利なもの便利なもの常に便利なもの、だからね、野球の試合にしてもやっぱりカズレなんだ自分が便利な方法をいつも考えてた、だからこの、ね、技術もそうでしょうね、やっぱり便利、もっとより簡単に、あなるほど、ね、表現、要するにいいものを表現するのはどうしたらいいのかっていうものを、常に考えながら、そこから追求して、そうですね、うん、そこからですね、へ、はい、しかし今ね映像も見ながらなんですけれども、本当に櫛持ってないんですね。そうですね、だから普通に見てると、はい、あ髪切ってるんだねって、はい、踊りながら切ってるんですけど、そうですね、踊りながら、あこれがパフォーマンスという、パフォーマンスですね、でも見てる方は多分、はい、櫛持ってると思ってますよ多分、ね、それとあと切ってないと思ってる方もいらっしゃるんですよ、いろいろパフォーマンスやった時に、ね、ただ踊ってこう動かしてるだけじゃなくて、ますね、でも下見たらちゃんとしっかり、うん、そうですね、で髪型もどんどん変わっていくんで、あれあれっていう形、こういう踊りながら切っていくっていうのは、うん、世界で私が初めてじゃないかなと思うんですね、まあ、いないでしょうね、他で言われてる踊りしながらっていうのは踊りをやって終わってですね、それから切って、はい、でまた踊りやってというやり方の美容師さんもたくさんいるんで、パフォーマンスで言いますけど、もう踊りながら切っていくっていう、同時に切っていくっていうのは
私が初めてですね。そうでしょうね。フリーハンドじゃなきゃできない技。ああ、逆にね。はい、そうです。それが求められてるかどうかは分かんないですけどね。そうですね。また、あの、イベンティングやね、そういう、はい、いろんな会場 で、ね、行うっていう、見せる美容っていう意味では、でね、はい、いわゆるパフォーマンスショーとしてはね、とっても素晴らしい、もうエンターテインメント性があるなって、すごい感じましたし、ね、はい、風貌もまためっちゃかっこいいですもんね。はい、あ、そうですか、ありがとうございます。もう踊りが、まさに本当にこう、ハサミと踊ってるか、髪と踊ってるかって感じですけどね。パートナーがいなかったのかなって、はい、寂しかったりする場合もあるんですけども。はい、いや、でも本当に、これは、まさにこう、はい、先ほど宮根さんおっしゃってましたけど、やっぱりこう、その神と出会った時に、はい、こういう風に切ってあげようっていうものがもう自然にこう動いていくわけですね。そうですね。まあ、こういう風にというか、どの神が邪魔してんだっていう。へえ。やっぱり人間社会もそうじゃないですか。うん、一番ね、邪魔してる人がいたら、やっぱりそれまた、うん、あ、それに困ってる人がいる。うん、そしたらどうしようと。うん、そういう人を解決しなきゃいけないですよね、うん、まあ、その役割が僕美容師僕らじゃないかなっていう、僕はそういう立場からね、うん、よりいいものを、うん、表現するのにはやっぱり一本一本見なきゃいけないなという形でやってますね、うん、はい、今は沖縄の方でもお店をね今構えて、はい、茶壇の方でしたか、ね、はい、近くですからぜひねラジオ局の皆さん方も、茶壇の皆さん方、まあ、この電波はもう広く届いてますので、本当にちょうど読谷からすると電波が届けるの真ん中ぐらいに、はい、詳しくは言えませんけれども ね、茶壇の方にございますの で、ね、はい、お店の方にぜひね足を運んで、まあ、一度ちょっといまいち決まらないなっていう方はですね、はい、絶対に試す、絶好の機会だと思いますのでね。そうですね、癖の髪は、はい、癖とか量の多い髪とか、沖縄の人は特にですね、うんうんうん、本土の方よりはとっても難しいんですね。あ、そうなんですか。はい、で一番簡単な、まあ、髪というのはやっぱり欧米人の髪がとっても簡単ですね、うん、ですから私にこれを教えた、うん、30何年前ですね、うん、教えてくれたこのインストラクターのこの先生、その方たちはその理論は知ってて、でそれ以上発展しないというのは要するに、紙質がいいもんで必要性がないんですね。あ、なるほどね。ですからそこから技術が発展しないわけ、はいはいはい、ただ理論だけは教えてくれ、うん、で僕ら東洋というか、うん、まあ、日本人の紙とはとても難しい、うん、で僕が沖縄に戻ってきたらなおかつこの沖縄の人はもっと難しいんですね。へえ。とってもやりづらい。そうなんですか。はい、もう沖縄の人の美容師のレベルは高いと思います。そうですか。はい、それぐらい難しいです。はあ、なるほど、ね。これナイチャーのもう美容師さんはみんなびっくりすると思います。うん、沖縄の人の髪見たら。技術の高さの部分も。髪見るとですね。髪見ると。これは大変だとみんな言うと思います。あ、そうですか、はい。そんな違うんですか。僕でさえもびっくりしましたもん。へえ、はい。で、やっぱり、あ、この技はやっぱりこういうなんですかね、自分で気づかしてくれたのはやっぱり沖縄出身の僕自分、ね、だったからこそ、そうだったからこそそれを神様が与えてくれたのかなと自分なりにね、自分でそういうふうに思ってるんですけど、ね、素晴らしいですね。でも本当に、今本当にその体験が沖縄でね、宮原さんのそのサンボマサミを使ってね、はい、来ていただけるっていうことがあるので、はい、これは翔子さん女性にとってもこういう経験はやっぱり一度やってみたいと思いませんかね。そうですね、多分今ラジオ聞いてる方とか、うん、話は聞いたことある、うん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 、で私もそうですけど、まあ、過去にいろんなこと私もしてきましたけど、うん、で美容のお仕事してる中で、はい、結構自分もいろいろ回るんですね、うん、でその時に例えばこういろんな雑誌とかいろんなふうな、ん、こうね、今テレビでいろんな風にやったりとかありますけど、でも自分の場合はまず行くんですよ、行って実際体験するっていうのが一番多分お客さんとしては納得していただくと、ね、あと、はい、ある男性の方がおっしゃったのは、うん、特に女性より、うん、中澤さんもそうだと思うんですけど、うん、男性の方って耳元でハサミの鳴る音って結構しますよね、うんうんうん、多分中澤さん寝てらっしゃると思うんですけど ね、 もねでもね、逆に言えばそれ心地いい音だと思うんです。逆に言えばですね、はい、ありがとうございます。タコバシャーしてますね、はい、ありがとうございます。
ますユンタンジャ出番ですよ。今日のゲストは、美容師宮原さんお招きしてお話を伺っております。そして、宮原さんのご紹介いただきましたね、大新座の大君さん、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。素敵な話をね、はい、聞かせていただきましたけれども、はい、本当にありがとうございました。はい、もうねエンディングなんですけれどもね、本当にこう時間が、ないぐらい、もっとやっぱりあれですね、プロを極めた方の話っていうのはいくら聞いても興味津々ですね、はい、もうそのもう湧き出てくる泉のごとく、本当にいろんなそのご自身の経験からの言葉一つ一つが本当にもう学べるなというのを感じしますね、はい、おそらくラジオを聞いている皆さん方もね同じ思いじゃないかなと思いますけども、最後に僕一つ聞きたい、皆さん、はい、まあ、この美容業界っていうのは、はい、とても、大変ハードで、やっぱり技術を重ねることが大事なことですから、これはもう致し方ないんでしょうけれども、はい、やっぱりこうなんか最近この美容師離れっていうか、はい、美容離れっていうか、はい、そういう技術を求める方々がやっぱり、はい、少なくなってきてるっていうのもあるんでしょうけれども、はい、そこら辺はもう大先輩としてですね、はい、今のこの業界をどうご覧になってるのかなと思って、僕一番これまたそれ叱られるかもわかんないですけど、うんうん、美容学校での教育もとっても大切だと思うんですね、で今後美容師になるための心構えっていうか、うん、はい、で僕ら の, なんですか、ね、この目的っていうか、うん、理念というか、うん、そういうものを明確にですね、はい、やっぱり美容師に持ってもらいたいと、うん、っていう、なんで美容師やりたいのかと、うんうん、でその目的、理念ですね、うんうんうん、で私はいつもそういう心をですね、いつも、うん、心の中に持ちながらいつもカットしてるんですけど、うん、でやっぱり僕らはお客さんに要するに奉仕ですよね、はい、要するにお役に立てて喜んでいただくという理念なんだけど、うんうん、どうも最近 の, 美容界というのはもう目的はお金お金っていうの、うん、それがもう非常に僕は残念だなっていう、うんうん、ですからいい美容師が育たないと。なるほどね、結果的にそうなんですね、うん、ですからそういう教育の最初からそういう形で教育をね、うん、お願いしたいなっていうのが私のあれですね、うん、願いですね、まあ、そもそもがやはりこうよりね、この髪を美しくさせる、はい、その人に合った髪型にとか、はい、そういう部分でのやっぱり、美容師というその師というね、はい、最後のこの一文字なんですけど、そこに、はい、しっかりと意味を持ってもらいたいっていうんですかね、そうですね、単なる髪を切る人ではないよっていうところですよね、そうですね、はい、うん、そういうところにやっぱり、はい、芸術性だったりとか、そうですね、クリエイティブの部分をやっぱり今の若い人たちが持ってその美容という道に進んでいってるかどうかっていうところが、そうですね、はい、今お話しされるところかなと、う、ね、うん、聞いてて思ったわけなんですけども、やっぱり僕らがやっぱりお客さんにやっぱりプレゼンテーションはやっぱり技術しかないですもん で, うん、で、まあ、あとそれに付随する、まあ、さいろんなサービスがありますけど、す、ね、やっぱりそこは忘れないでほしい、うんうんうん、追求してほしい、なるほど、プロであるんだればですね、とことんまで追求してほしいっていう、やっぱりお客さんもそれを願ってるはずなんですね、うん、そうですね、はい、だからそこはやっぱりとことんまで追求してもらいたいです ね, ね、でそういうためで私は東京からですね、自分のふるさとにですね、この技術をですね沖縄から、はい、この文化歴史として発信して、いきたいなと、で沖縄の美容界を活性化していきたいなという形で戻ってきたんですね、はい、ですね、もう今はもう本当に、もう宮田さんといえば本当にもうカリスマ美容師って、もうこれまで先ほど翔子さんもおっしゃってましたけども、やっぱりこう、あ、聞いたことがあるって思う人はもういくらでもね、もういろんなメディアで取り上げられておりましたから、私ぐらいが分かるぐらいですから俺なんか全然こんなのにもう全く興味がない、もういつもインペリアルただ行けば帰ってくるみたいな感じしか思ってなかったんですけど、やっぱり美容師さん方っていうのはそれをね、当時は、中曽根智春という人にはこういう髪型の方が必要だと思って、ね、やっぱり先輩方がやってくれたでしょうし、はい、そういうやっぱり、美容師としてクリエイターとしてしっかりとねその思いを持っていただける人たちをやっぱり皆さんはおそらく選んでるだろうと思いますからね、そういう美容師さんをこれから育っていきたいですね、逆にね若い人たちもね、はい、本当にこれからはねもう60ちゃんちゃいということですからもうこれからまた後世の、ねね、後輩のために、はい、うん、頑張っていただければなと思ったりもいたします、はい、さあ、先ほどちょっとで私お話ししましたけども、茶壇の方にお店を構えているということでございますけども、はい、お店のご紹介もちょっとやってもらいましょうかね、ちょっと、はい、職場の方でちょっとご紹介してください、ね、本人からなかなか言いにくい部分もあるじゃないですけど、茶壇町のですね、うん、北前
北前。北前ですね、はい、住所で言うと、1-11-4 ですね。今皆さんもナビでね検索されますからね。で、あのちょっと北谷町北前で、うん、まあ、あのドラゴンという中華屋さんは結構分かるという方多いですけど、分かる分かる分かる分かりますか。その真向かいで、向かい多分ですね、見た感じ美容室だと思わない方多くて、ブルーのライトっていう、でそこにあの1階の方で、お店の名前は、はい、あのカズレミヤラ、先ほど言ったあのカズレですね、カズレでミヤラで、うん、はい、で、まあ、まあ、営業時間が11時から、うん、9時までやっておりまして、はい、で月曜日と火曜日だけお休みになりますね、うん、月曜と火曜は休みということ、はい、ただもう完全予約なんで、うん、先ほどおっしゃったみたいにもう一本一本本当にその方に会ってきますので、はいはいはい、例えば今日電話して何時にお願いっていう感じのものはちょっと取れませんので、うん、もう完全予約になりますので前もって予約していただければ、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ、先ほどね宮下さんもおっしゃってましたけど、特に女性の方、ね、あの沖縄の方はそういうくせ毛とかちょっとこう髪が硬かったりとか、いろいろ私は分かんないんですけど、女性の方いろいろ悩んでるんですね。いろいろね、だからすごいたくさんいます。あ、本当。あの、まあね、つい最近のこのコマーシャルじゃないんですけど、うん、諦めてほしくないですね。多分だから自分はこうだからもういいかなってこのぐらいでいいかなってことは絶対ないんで、あのそういう形でまず一度試して、うん、まあ、理論とかっていうのは置いといて、とにかくまず切ってもらってください。まあ、それが一番皆さん納得されるんじゃないかなと思いますね。実はちょっとだけ、はい、お話をされてたんですけど、はい、なんか今日特典があるということで、そうですね、本当はね、はい、そう考えてなかったんですけど、なんかでも中曽根さんが今日とっても大事な日ってことでお聞きして、ありがとうございます。もう妙なこじつけをありがとうございます。それでうちも参加しよう。で通常ですね、総会割引みたいな感じ。あ、そうですね、そんなこといいユンタンザ割引で、実はあの、うん、通常宮野の、まあ、初回のカットなんです、カット料金っていうのが、うんうん、まあ、5,500円、これ消費税抜きですね、それで、まあ、VIP のっていうか通常いつも来ていただいてるお客さんには、うん、4,000円なんですね、金額は、まあ、初回はとにかく5,500円、これは消費税抜きでやってますけど、ね、うん、それプラス消費税なんですが、うんうんうん、今回このラジオを聞いていただいた方、うん、で、まあ、先ほどお話ししたみたいに予約制なんで、はい、本日の3時ですから、はい、15時になりますかね、うんうん、3時から、夜8時までの間の電話予約の方に関しては、その VIP のこの4000円で可能だと、はい、でただ本日はちょっとカットできないですよ、ただ、はいはい、予約に関あらかじめ予約してね、はい、そうですね、今日のじゃあ3時から、夜8時の間にお電話いただいた方、はい、ね、はい、FM ターン来ましたよということで言ってくれると、はい、VIP 料金4000円で、通常5500円の初回料金を4000円でやっていただけると、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、じゃあ2回目も4000円ということでね、いや違います、それはまた来てのお楽しみ。なるほどね。はい、いろいろありますよ。逆にでも、まあ、2回目も、例えば3ヶ月、だいたい3ヶ月以内で皆さん来られるので、実に言いますと。ああ、そうなんだ。カットって。だからその3ヶ月以内でもだいたい女性はカットしてますけど、それもそれでその3ヶ月以内に来られた方は、その先ほどの。そうか。いろいろなカットのやり方があるわけだからね。カットっていうか期間ですね。あ、期間。逆に言えば、変な言い方ですけど、ショートもロングも値段一緒ってのすごい普通違うところも多いんですよ。あ、そうなんだ、はい、そうか、時間はかかりますよね。俺個人的に自分の考えだったから、みんな同じと思ったら、そうか、みんな女性みんな違うんだ。本来は本当は別なんですけど、どうも沖縄は一緒にしなければやっていけないっていうか、そういう辛いところもあります。辛いところもある。なるほど、はい、ありがとうございます。ぜひね皆さん、お電話番号いただきましょう。最後に、はい、電話番号0989217934、はい、もう一度、はい、0989217934、はい、ありがとうございます。はい、カズレミヤラの方まで、連絡の方よろしくお願いいたします。今日は、ありがとうございました。カリスマ美容師ミヤラさん、そして、大臣座の大君さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。